皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのラフィーです。水星の魔女第2期放送開始直前に、なんと公式が爆弾を投下してきました。第2期のオープニングのジャケット、よーく見ると、エアリアルの中にスレッタが取り込まれています。これはどんな意味なのか？結論から言います。残念ながらスレッタの意識がエアリアルの中に取り込まれつつある、という考察は正しかったと言えるでしょう。第2期ではエリクトが復活し、スレッタの意識が薄れていく物語になるはずです。なぜそう言えるのか詳しく見ていきましょう。さらに第1期のジャケットと第2期のジャケットを比較することで、新たな闇が見えてきました。水星の魔女2期をまっさらな、純粋な気持ちで楽しみたい方は、ここでブラウザバックをおすすめします。しかし、水星の魔女に見え隠れする闇を楽しみたい方、地獄のガンドアーム研究室へようこそ。それでは具体的に解説考察していきましょう。エリクトに関する考察をこの動画で始めてみる、という方が混乱しないように、一度今まで行ってきたエリクト考察を簡単にまとめていきます。今までの考察はどういうものなのか？まず、第1期で明かされたエアリアルには不可解な点がいくつもあります。本来、エアリアルのようなガンドアームは、パイロットの体を傷つける禁断の兵器。しかし、なぜかエアリアルは、パイロットであるスレッタの体を傷つけることはありませんでした。つまり、エアリアルの中にはガンドアームの身体負荷を、無効化できる何かが潜んでいる、ということです。そしてその何か、とはプロローグでガンドアームの負荷を無効化したエリクトが、中に入っているのではないか、という説です。さらにプロローグから本編の間で、エリクトは死亡し、エアリアルに意識を引っ張られ、その意識体が、エアリアル内部に住んでいる、という仮説です。そうなると必然的に、プロスペラの目的はそのエアリアル内部に彷徨っているエリクトの意識体を、スレッタという器にダウンロードすることである、というものです。ここまでの一連の説は、エリクト復活説と呼んでいます。そしてこのエリクト復活説を支える論拠として、3つの理由があります。まず1つは、5話でのエランの発言。ガンドフォーマットシステムを使用すると、脳に手を突っ込まれる感覚を覚えるというもの。そして描写としてエランは何かの中に入っていくビジョンを見ます。すなわちガンダムは機体に精神を引っ張るような存在だと言えます。そして6話のファラクト戦では、エアリアルの中に青い影、意識体が内部に存在することが明らかになりました。そのシルエットがエリクトに酷似していたことから、エアリアルの中にエリクトが可能性が非常に高まりました。さらに9話にてアンチドートを打破した際のプロスペラの涙。これはアンチドートによりエアリアルの AI が停止し、意識体として残っているエリクトの居場所が特定できたための涙だと考察しました。そして、9話と12話における戦闘中のスレッタの人格。これが、普段と違いエリクトのように明るい性格になっている。などなど他にもありますが、おおむね前述のシーンから、エリクトインエアリアル説を考察してまいりました。では、今までの考察は正しかったのか？これは現状、CD ジャケットを見る限りほぼほぼ間違いないのではと考えています。なぜならエアリアルの内部に人がおり、その人物はスレッタ、エリクトに非常に酷似しているからです。しかし、ジャケットに映った人物はエリクトではないと考えています。結論を先に言うと、あのジャケットにおけるエアリアルヘッド内部の人物は、スレッタであると考えます。ではなぜヘッド内の人物がスレッタだと言えるのか？まず一つは、その人物のヘアバンドがスレッタのものと同じだからです。しっかりズームしないと見にくいですが、ヘッド内人物のヘアバンドは、スレッタが身につけていた菱形のものになっています。逆に正面に立っている人物のヘアバンドは丸に近いように見えます。小さすぎて潰れてしまっているとも考えられますが、少なくとも前述の考察を加味すると、その可能性にも現実味が十分あると考えられます。ではエアリアル内の人物がスレッタであるとはどういう状態なのか？それはすなわち、エリクトの人格がスレッタの体に完全にインストールされ、逆にスレッタの意識がエアリアルの中に入ってしまった、ということを意味しています。1期ラストでのスレッタが、明らかに、言動も様子も今までと両変しているのもその傾向であると考えられますね。そしてスレッタインエアリアルならば、2期の物語に関してもある程度予想をつけることもできます。この考察が正しかった場合、2期の物語は全く予想だにしていない形で始まると考えられます。私の予想を先にお話しすると、ミオリネプラスエリクトがエアリアルの謎を解き、プロスペラからスレッタを取り戻すお話になっていくと考えています。公式ウェブ小説ゆりかごの星ではエアリアルの意識、エリクトは、スレッタを自身の血縁者のように大切にしています。スレッタが母の復讐に利用される直前も、心の中で全力で抗っていました。また、同じくエアリアル視点で書かれた楽曲である祝福。その歌詞の、これは君の人生、誰のものでもないとあるので、エリクトはスレッタが自分の意思を持って、人生を歩むことを望んでいると取れます。そのため、スレッタがプロスペラに都合よく利用され、ガンダムの中に閉じ込められることを望んではいないはずです。またその願いはミオリネとも合致していると考えられます。そのため、予想が正しかった場合、2期序盤は、
ミオリネとエリクトによるスレッタ奪還作戦が行われる、という可能性がある話でした。少し視点を変えて、ガンドフォーマットシステムの秘密について考えてみます。スレッタが囚われているこの部分はシェルユニット、つまりガンドアームの欠陥に位置しており、パーメット粒子が頻繁に行き来する場所です。パーメット粒子やシェルユニットに関しては謎だらけですが、この画像がただの表現ではない場合、つまり実際にガンダムヘッドに人間の意識を収容する仕組みであった場合、ガンドフォーマットシステムの秘密はガンダムの頭にあると考えられます。そもそも胸部、脚部と違い、一般的にカメラとセンサーとバルカンしかない頭部に、パーメット粒子を強く通わせること自体が疑問です。そのため、ヘッド内部には誰も開けてはいけないような、とんでもないパンドラボックスが隠されているのかもしれません。ガンダムのシェルユニットに使われる元素、パーメットには、第6話の描写にあるように、人間の意識を保存する性質があるのは間違いありません。つまりスレッタやエリクトの意識をエアリアル側に保存させることも可能、というわけです。ヘッド内がスレッタだとしたら、ずっと謎だった一期エンディングの描写にも説明がついてしまいます。一期エンディング君よけ高くあれの映像は水晶に囚われたスレッタと、別の水晶に囚われたミオリネが別々にいます。そして、お互い顔を合わせることはできるけど、お互いの領域に入ることができない。しかし最後、ミオリネの水晶にスレッタが入って、映像が終わります。純粋に見るなら殻に閉じこもったミオリネを、スレッタが割って入ることで、ミオリネの人生を変えていくことの暗示、と捉えられなくもないですが、その場合、お互い水晶を割って、外の世界に出るという演出の方が、自然であるように感じます。この違和感が個人的に難解だと感じた部分でした。しかし今回のガンダムヘッドにより、スレッタがエアリアルに囚われている、という前提で見ると辻褄が合います。シェルユニットという水晶に囚われたスレッタ、そして現実世界にいるミオリネ、お互い観測はできるけど、会いに行くことができない。しかし最終的にエアリアルから抜け出すことで、ミオリネのいる現実世界の水晶に戻ることができた、という風に捉えると、割らずにミオリネ側の水晶にスレッタが入っていったということが、腑に落ちるというものです。また一期オープニングの祝福。この楽曲のジャケットと2期オープニングジャケットを比較すると、さらに考察に現実味が帯びてきます。というのも、画像を見てわかる通り、一期のジャケットは、同じ人物が二人別々に描かれています。順当に考えれば、スレッタとエリクトであると考えていいでしょう。そして今回2期オープニングのジャケットは、人物が一人という形に対比して変わっているわけです。ここからも、スレッタとエリクトの間での、混ざり合いや入れ替えが始まっていることを示唆している、とも考えることができるわけです。ここまでの考察が正しいとしても、間違っていても、このようなデザインを意図的に描いているとするなら、さすがにエリクトの謎が一期ほどの上付けにはならないと考え、願っています。序盤からエリクトさえになるか、それとも。以上がエリクト復活説の解説考察でした。Twitter のミオスレ、47件巡りのほのぼの雰囲気と一転し、2期に向けた本編準備は PV 含め不穏なものばかりで、直前にもかかわらず恐れをののいています。今回の考察が正しいとしたら、マジでプロスペラの所要がエグすぎる、結局プロスペラヤバすぎ、ということがよくわかる動画となっています。皆さんはジャケットから、どのようなことを考察しましたか？2期でエリクトはどう登場するのか？ぜひ皆さんの意見をコメント欄でお教えください。